ようになってきたっていうのを実感しますね。ライブなんか拝見してると特にそうですね。一人一人の思いを形にして伝えます。贈り物は RGC 株式会社まで。詳しくは涙よ探してくれて、もう10分ぐらい探してくれて、なかったよ、宮沢さんって言われたんですよ。ものすごい恥ずかしかったんですけども、その時にも毎年これを欠かさずにあろうと思って、沖縄の部屋を借りてとか、佐渡と同僚の家と、送らせてもらってます。衣を借りて、俺が面白かった。ありがとうございます。
芝田さん、1992年に発表した曲です。僕は25歳の時に作った曲です。その曲は1994年に、作りました。ブラジルっていうところ初めて沖縄もね、ブラジルと関わりが深いですけども、ブラジルに行った時に、最初に行った時にリオデジャネイロというところに帰りなって作った曲です。初めてない曲です。短い時間ではありました。最後の曲になってしまいましたけれども、曲もずっとこの、ね、どうかといいますか、放送を楽しみに最後に聴いてください。沖縄にはたくさんいい言葉がありますよね。ヤマトというか、日本と向こうと共通する言葉、向こうから来てこっちで根付いているけど、向こうじゃもう使わなくなった言葉が残ってたりして、いろんなこう交流があったんだろうなというふうに思いますけれども、最後シンカルチャーという言葉がありますが、シンカね、よく沖縄のシンカ、同じグループの仲間たちというんですかね、そういう時ですよね。シンカルチャー、仲間たち、
進化ってよくよく考えたら日本というなんか大和の時代劇なんかね、うちの進化は海の下って書いて、要するにその、国なり城の仲間、自分の進化たちというんですけどね、そういう言葉も今普通に日常でも使うんだろう、とても興味深いと思いまして、この曲を作りました。僕みたいに大和の人間、僕山梨県出身なんですけども、山梨の人間も世界中にいるうちなんちも外国の方も沖縄を愛する心を一つ、そんな声で作りました。最後に聴いてください。新太郎ちゃんです。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございます。宮沢さん、もう素晴らしかったですね。皆さん大満足。お客さんの数が全然違う。さっきといや宮沢さん、二十数年ぶりなんですか、このステージ。あの島唄がワールドカップの時に、はい、あのアルゼンチンの、はい、あのまあ、テーマ曲になったんですね。日韓のワールドカップの時、はい、アルゼンチン大ヒットして、はい、その時に向こうで歌ってくれたシンガーと一緒にここで。すごい、アルゼンチンのシンガーここで、はい、それ以来かもしれない、ね、それ以来パレット久保島前にご登場です。皆さんもう大きな拍手をお送りください。もうね、宮沢さんをうちなんちゅって思ってる方も多いみたいで、はい、宮里さんとか呼ばれるっておっしゃってましたね。そうなんですよ。宮里さんっていう。宮里さん本当に沖縄食満載ですよね、宮里さん。あの沖縄食といえば沖縄関係のなんかライブが近々あると伺いましたが、あの川崎あの関東ですけどね、はい、川崎横浜 川崎も沖縄の人たちというのはたくさん出稼ぎに行ったところなんですけども、はい、そこで5月5日にアイサイフェスタというイベントで、僕と島袋雅郎君とアルベルト・シロマン君とフルキウス、そして大城クラウディアさんと沖縄を向こうへ連れてくようなそういうイベントをやりました。今ラジコでね、関東に聞いてらっしゃる皆さん、ぜひ川崎のアイサイフェスタも、ね、はい、お出かけいただきたいと思います。もうだから沖縄うちなんちゅう枠に入ってますよね。で島袋まさるくんとかね、はい、アルペルスもギターをこう弾くんですよ、はい、誰が三振やるのって俺がやらされるわけなるほど、ちょ違くないかって いつも思いながら、はい、ちょっとそういう感じでやらせてい、いやもう本当にまだまだ楽しみがゴールデンウィークもたくさんありますね、はい、宮沢さんに今日は本当に久しぶりにこのステージに立っていただきました。ありがとうございました。アイサイフェスタの情報